表情を始めましょう。うむ、現在の状況を確認しよう。報告しますね。我らは1城だ2城、海津城を手に入れて増加。近江に侵攻してきた三好軍も撃破して、私の怒りが有頂天だな。久しぶりの汁かけご飯、うまーい。軍神様は海津城を失って下落。善光寺の大海戦で2万の軍勢を壊滅させてやったぞ。このまま越後までなだれ込みたいものじゃな。三好家は変化なし。じゃが、近江での大海戦で大打撃を受けて兵力がガタ落ちじゃな。今川に刃を向けたらどうなるか、身をもってお知らせしてあげようぞ。連合メンバーは変化なし。今回も新工場連合の大勝利じゃな。敗北を知りたい。さあ、パパンが夢見た二条御所は目の前じゃ。それでは、参りましょうか。はい、始めましょう。ラッキー今川、始めるよー。奥様は少し回り道をして、後続部隊と足並みを合わせましょうか。かしこまりました。我が戦、お見せしましょう。出陣する。じゃ、サクッと二条御所をいただいちゃいましょうか。進みましょう。この辺りで潜ってもらいましょう。取り掛かってください。城門を破壊しました。もう諦めてください。もう諦めてください。皆の命を私に預けてください。いざ参る。慌てて戻ってきたな。これで終わってください。我が策で貴様らを殲滅する。半兵衛ちゃん、お願いします。逃げるな、今のうちだ。さらにミリワちゃん、これで終わってください。城門を破壊しました。この攻め、見切れまい。力を合わせ、戦い抜くのだ。逃げるなら今のうちよ。このままでは。よっしゃ、ピヨった。引くぞ。あとは天守を落とすだけじゃな。皆さん、無理はいけませんよ。やったぜ。あとは三好さんが援軍を頼めないように、機内勢力に三好家打倒を呼びかけましょう。よし、三好家を孤立させたぞ。このまま山城の国をいただいちゃいましょう。承知いたしました。かしこまりました。
海戦じゃあ。行きます。潜りましょう。取り掛かってください。ここは貴様らの地獄よ。朝倉さん、グッドゲーム。正々堂々勝負しなさい。いつもの凶悪コンボで城兵を削り倒してやるぜ。さあ、勝負といこうか。戦に出たからには勝ちます。このままでは。よっしゃー、ピヨッタ。引け。よっしゃー、今日を完全制圧したぞー。ブンブン行くぞー。かしこまりました。続けて、どうぞ。独立イベント。表情を始めましょう。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。鉄が足りませんか？どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。浪人がいるって？雇わなきゃ。さっき国から追い出された人じゃないですか。雇いましょう。二条御所は一族の瀬名姫に任せましょう。あとは30カ国を支配すれば、このクソゲーからおさらばじゃ。見どころさんもなかったので、ブンブン行くよー。カチカク BGM 来たー。我が道を開けよ。私たちの強さ知らしめましょう。我が戦、お見せしましょう。この戦、我らの勝ちだ。若さだけだけ、グッドゲーム。敵将、捕獲した。あなた方は、もう終わりですね。三好さん、グッドゲーム。敵将、捕らえました。これより、我ら稲富家は名家の氏真様にお仕えしようぞ。誇らしい似た。手柄は足にあり、攻めよ。我らの攻めに耐えられるか。我を退けるか。敵
書を捕らえたり。加勢いたします。四国の支配者、上蘇我部と丹波で決戦じゃあ。進め。むむむ、兵力はほぼ互角か。行きます。続きなさい。これで決める。浅はかだ。この攻め、見切れますか。不甲斐ない。行きます。始めろ。みんな、覚悟を決めよう。正々堂々勝負しなさい。皆の命を私に預けてください。我らが戦、とくとご覧あれ。もう諦めてください。我らが戦、とくとご覧あれ。私に続け。承知いたしました。我が軍、思い知るがよい。我らが戦、とくとご覧あれ。知恵比べなら負けられん。正々堂々勝負しなさい。いざ参る。いたな元気か。臆したか。この戦、我らが制す。今川名物、凶悪コンボを食らうがいい。さあ、勝負と行こうか。戦に出たからには、勝ちます。やりおるわ。よっしゃー、ビヨッタ。勝負しなさい。ふふふ、元気かよ。得意の姫武者もこの二人には通じまい。我が猿、貴様に見切れるか。もう諦めてください。この攻め、見切れない。この攻め、見切れない。こんな日もある。やったぜ。これが我が魂、我が覚悟。もらった。敵城門突破しました。天下に問う我が軍略を。軍神様の本拠地ゲット。敵将を捕らえた。この攻め、見切れますか。我が道を開けよ。決着つけようではないか。これで決める。我が策で勝利をつかみます。よっしゃー、ビヨッタ。魂。
我が覚悟。求め音パワーで一向襲、本山攻略したぜ。本山寺さん、グッドゲーム。敵将、捕獲したぞ。うむ、夢ちゃんちの実家ですから、どこかの国一国を与えましょうか。見えたぞ、天下への道が。ひぃー、信長の生首が喋った。私だってやれるんです。これが我が魂、我が覚悟。敵将、捕獲したぞ。筒井さん家から使者が参りましたぞ。何かな、筒井さん家の USSR の作成依頼かな。氏真様、何卒お助けくだされ。うむ、まずは平和憲法を守る身だ。ええ、皆さん、無理はいけませんよ。やったぜ、2カ国転がり込んできたぜ。畑さん家の領土はサファイアちゃんにお返ししましょう。おおお、六角さんも配下に加わりましたね。じゃ、六角さんの所領は義理の息子さんに渡してあげましょうね。せや、サファイアちゃんにも立派な旦那様を紹介しなきゃ。緑です。これより一問として、今川家と来年の大河ドラマを盛り立ててください。共に歩んでいきましょう。ということで、サファイアちゃんのところに若旦那を送ってあげましょう。敵城門突破しました。ここが勝負どころよ。では決着をつけるとしようか。これで決めます。気合を入れろ。我らが攻めに耐えきれるか。ここは引く。皆さん、無理はいけませんよ。どうかおとなしくしてください。ここが25個目であったか。なんか数が合わない。うぷ主の編集ミスは私がこっそり修正しますゆえ、殿は天下取りに邁進なさいませ。さすがみっちゃん、頼りになります。私たちの強さ、知らしめましょう。どうか、おとなしくしてください。皆さん、無理はいけませんよ。畠山さん、グッドゲーム。
天下はもはや殿のものにございますな。家臣一同、喜びに震えております。うむうむ。ところで光秀よ。なんでさっきからおみくじを引き直しておるのじゃ？さっきから教師かでないのです。あわわわわわ。筒井さんが配下に加わりましたか。領主丹もいないので、瀬名姫の軍団に組み込んでしまいましょう。この腕で、のし上がってみせる。しました。我に打てぬ敵なし。モガミン、グッドゲーム。城門を破壊しました。これが我が魂、我が覚悟。軍神様、グッドゲーム。我が領内に敵が迫っております。頑張れ、頑張れ。出陣するぞ。あ、そう、軍神様とは正々堂々と戦ってきましたから、雇いましょう。米沢で大海戦じゃー。進め。行きます、行きます。出番です。逃げるなら今のうちだぞ。この攻め、見切れない。さらにゆめちゃん先生、これで決めます。なんという強さだ。よっしゃー、ピヨッタ。これで決めます。ここは引きます。よし、まずまずの勝利じゃ。捕らえた。お、
ここが35にであったか。制作を取り行います。じゃ、早速クソゲーからおさらばじゃ。皆に伝えます。本願寺さん、上杉さんの加入で中道が維持できなくなっちゃいました。なんとか年内に完走できました。今回は武家の皆様も見ていただきたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。